はい、どうもちゃ、デシチです。で、今回も塾長暴露講座をお届けさせていただきます。今回のテーマはビジネスクラスの隠れたメリットと、なぜこれからの時代はビジネスクラスにあえて乗らないといけないのかに関してです。今回もかなり興味深い内容になっていますので、ぜひ最後までお楽しみにご視聴いただければなというふうに思います。ガチゴ前に塾よっよっ、始まった。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。今日はどんな感じですか？そちら気温は今日は22、23度ぐらいでちょうどいい天気です。おお、いいですね。はい、なんか最近は日本も暖かいみたいで、僕昨日着きましたね。寒い国から、遠いところから着きました。はい、昨日着いて、一昨日か、はい、結構そうですね、暖かすぎるなという、汗かいてますね今ね。あ、今じゃ東京ですか？実は東京なんですか？まあ、まあ、パンツ一丁です今日は。そうですか、早いですね。早いですよ。なんか暑くて暑くてしょうがないですね今日は。うん、分かりました。まあ昨日は結構ですね、北米関係、アメリカとか、はい、北米カナダもそうだけど、IT 系のトラブルが飛行機あってですね、はい、管制塔がおかしくなって飛ばないとかよくあるんですよ最近。だから一番困るのは、はい、管制塔自由になるんですよね。はい、意味わかります？いや、ちょっとすみません、わかんないんで今タイプしようと思ったんですけど、うん、出てこない、来ないかもしれないですけど、はい、政党自由とかって言うと、どういうふうに出てくるんだろうね。うん、まあ、みんな分かってるかどうか分かんないですけど、はい、まあ、ビジネスクラスにね、はい、まあ、そういうのが一番大事になるんだよね。その、遅延したりとか、はい、それから飛行機が、エンドスかかったりだとか、はい、そういう時に、やっぱ、するのがビジネスクラスだよね。その保証で買うようなもんだけど、うんうんうん、ビジネスクラスってみんなシートはいいと思って乗ってるけど、それだけじゃないんだよね実はね。それだけだとあんまり面白くないですよね。うんうんうん、普通にシートがいいから乗りたいみたいな、食い物いいから乗りたいみたいな、食い物いいから乗りたいんだったら普通にどっかのいいレストラン行けば安いよみたいな。なるほど。そうでしょ。はい、うん、まあ、ビジネスクラスに乗るかという、その保証の部分っていうのはみんな知らないよね、結構ね。はい、うん。ビジネスクラスに乗ったら、はい、いいシートがあって、いい食べ物があって、エコノミークラスよりね。はい、ところしか、まあ、あんまり考えてない。なんでビジネスクラスって呼ぶか分かってないんだよね。あ、はい、なんでビジネスクラスって呼ぶの？俺、確か前、塾長がどっかのビデオでおっしゃられてた気がしたんですけど、なんか、スーツをこう汚さないためのシートみたいなことを。ああ、ビジネスなんだ。じゃあ僕その時嘘言ってたね。もしそうだとしたら、はい、そうじゃないんだよね実はね。あ、違うんですか。うん、そういうの理解した上でやっぱりビジネスクラスとか乗っていかないと。でほら、激安激安って探すんだけど、まあ、ビジネスクラスはビジネスクラスだからね、いいんだけど、例えば N だったら P とかね、P の分かんない、これP のビジネスクラスだったら僕最近は乗らないですよ、やっぱり意味がないから。 P って75でしたっけ？そうそう、あ、70かな。はい、うん、そうすると狩猟なんかも考えたりしてる人見ると、うん、まあやっぱ Z とかね、うん、なってくるし、で P はほらアップができないからファーストに、はい、そうするとちょっとやっぱり考えちゃうよね。あれ P アップできないって知ってました？ファーストにですか？そうです。いや、それ知らなかったですね。できるものだと知らないです、はい、いやいや、できないんですよ P は。そうなんですね。で70じゃないですか、エコノミーより、エコノミーの 100% より悪いじゃないですか。はい、うん、そうするとまあビジネスクラスの横フラットにして乗りたいと、どうしても乗りたいと、はい、で飛行場、飛行機の上のまあちょっとね、食事をどうしても食べたいと、まあいう人は P で激安で乗ってもいいかもしれないけど、はい、ちょっと僕は P は最近は乗らないですよね。あまり意味がないですもんね。ファースト乗れないし、うん。で、カウントが落ちちゃうしね。はい。うん。あるんですけど。今日は何の話すればいいんだっけ？いや、今日は なぜビジネスクラスに乗った方がいいのかっていうところで、結構質問を頂戴するんですけれども。
ああ、ただ移動だけだから、あの安いのでもいいんじゃないかっていうところで、結構質問を頂戴しまして、まあ、ちょっと塾長なりにこうビジネスクラスというのをどういうふうに捉えていまして、まあ、先ほどちょっとあの完成塔でしたっけ、お話だったんですけど、はい、ちょっとその辺も含めてお話いただければなというふうに思ってます。あ、わかりました。じゃあどの辺から話しようかな。なぜビジネスクラスか、うん、今聞いてる人たちはあれかね、ビジネスクラスに興味あるとすればどういう人たちが多いような感じします？まあビジネスマンが多いですよね。あ、ビジネスマンがこれ聞いてます。でも そうでもないですよね多分ね。まあそうじゃない方も、はい、いらっしゃいますけども、なんか経営者の方とかね、はい、経営者とか、うん、まあ普通のお休みでもビジネスクラスにちょっと、乗りたいよみたいな感じの人もいると思うんだよね。まあほら、最近は変わってきたけど、ハワイ線のビジネスクラスって分かりますでしょ？あの一番汚いあのビジネスクラスだったじゃないですか、はい、最近はね少しずつこうシートも良くなってきて本格的なビジネスクラスみたいになってきたと思いますけど、あれは何でか分かります？ハワイ線のビジネスクラスはそうですよね、まあ、やっぱりそうじゃない。1、2年前まではもうほとんど倒れない、ビジネスクラスだったじゃないですか、はい、席が、はい、最近少しずつ改善されて良くなってきましたけど、はい、何でか分かりますあれ？やっぱ使う人が増えたからってことですか？いや、ハワイ線昔はすごかったんですよ。とんでもない量飛んでたんで。あ、そうなんですね。うん、今はそうでもないと思うんですけど、でもまあ、まあ、バケーションということでね、はい、ほとんどの人が仕事では行かないので、はい、まあ、フラットにならなくてもいいかなっていうふうな、まあ、考え方もやったと思うんですけど、はい、それもありますけどね、最近はね、ちょっと、例えば、ヨーロッパとか北米とか行くじゃないですか、はい、エコノミーガラガラなのにビジネスパンパンってあるんですよね、結構。最近みんなね、とにかくビジネスに乗りたいですね。はい、乗りたいし、乗ろうとしてるし、はい、ビジネスが結構詰まってる。昔はあんなことなかったんですけど、はい、乗りたいみたいですね。これ何でか分かります？いや、ガチンコの影響ですかね。そうか、そういうふうな、そうですね、あの、そうしておきますか、じゃあ。いや、ちょっと、塾長なりの見解を教えていただきたいんですけど。なるほど。はい、うん、あれ、やっぱり、なんていうのかな、時代がやっぱ変わってきて、はい。どっちかっていうと、その、実利もあるんですけど、はい、その、サービスの向上、はい、っていうのを求める人が多くなってきたんですよ。あー、なるほど。うんうんうん。だからあれサービスの一つじゃないですか、結局。はい、あの、ビジネスクラスっていうのは。はい、昔は結構その、いい、ランクの人、ハイランクの人っていう、例えば、その部長だとか、はい、社長だとか、そういう人たちにこう、ビジネスクラス、まあ、ファーストもあるけど、乗ってもらうために作ってきたんだけども、はい、今全然違う用途で使われるようになってきたのね、そういうふうに。うん、サービスの一部として普通の人たちも使いたいのよ。はい、そういうふうになってきてるんですよ。なるほど。昔は、うん、乗るもんじゃない、乗るもっていうか、そんなね、エコノミーで8万円で行けるのに、はい、なんで80万払ってビジネスクラス乗るのみたいな。うん、そうですよね。うん。で、それがやっぱり少しずつ少しずつこう、なんていうか、日本人のステージが変わり始めてて、そっちの方に向かってるんですよね。うん、だから特に最近ビジネスクラス乗りたいっていう人多くなってきて、だから、なんていうの、激安のビジネスクラスだとか、ビジネスクラスに安く乗る裏技っていうのが、どん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 狭くなってきちゃったのね、昔と比べて。はい、なるほど。うん、うん。で、まあ、未だにはあるんだけど、まあ、どうしても安く乗りたいんであれば、もう P クラスを探しまくればいいことなんですよね。はい、いくらでもあるんで、P クラスも安いんで、その P クラスよりも安くしたいってなると、はい、まあちょっと、いろんなね、裏技テクニックがあるんですけど、それはちょっとあれですね、じゃあ、次のビデオでも話すようにして、はい、ビジネスクラスに、まあなぜ乗らなきゃいけないかっていう、さっきの完成感と完成塔の件でもないけども、はい、結局ビジネスに乗って、あの飛行機にトラブルがあった時とかっていうのは、はい、自動的に、はい、まあ、自動的って言っちゃ悪いけど、一番優先というか、まあ、確実に、その時間帯同じ方向に飛ぶ飛行機会社にエンドースしてくれます。はい、うん、例えば ANA と JAL と同じように飛んでるじゃないですか。同じようなタイミングに大体飛ぶんですよね、あれ。
そうするとこう行ったり来たりさせるんですよ。なるほど。うん。ANA でトラブルあるじゃないですか。はい、少し遅れる。はい、で、ビジネスの場合、ビジネスなんて仕事で行くんで、はい、うん、そんな遅れられないんですよ。うん、そうすると、エンドースかけてくれるんですよね。例えば全日空とか、全日空が日本航空に。はい。特に逆もしっかりで、欧米系もやるんですけど、そういうふうにして、まあ、言っちゃ悪いけど、うるさく言ってきた人に関しては、動かすと。うん。それが基本ですね。それをやってくれるっていうのはまだビジネスクラスですね。うん。僕、ビジネス、はい、そうですか。ビジネスで行くから遅れられないじゃないですか。そうですね。まあ、ただ、1時間とか2時間はしょうがないですよ。はい。うん。それはまあ、いくらビジネスだって言ったって、国際線でそれ言うのはおかしいことで。でもほら、3時間、4時間、5時間、もしくは6時間、その日の朝9時に始まって、5時まで顔出せないような、はい、そういうふうなタイミングになる場合はちゃんと出してくれますよね。あれ、決まり事があるんですよね。2時間とか。そうなんですね。うん。何時間以上になったら、チケットの払い戻しできるとか、そういう決め事があって、あと飛行機の、機材あるじゃないですか。ありますね。はい、うん、機材も、やっぱり、機材変更の場合何分前だと、通知する必要がないだとか、はい、ほら、機材によってビジネスクラスのシート全然違うんじゃない？はい、違いますね。うん、で、ビジネスクラス P で安いぞってバーンと買ったけど、はい、ビジネスクラスのシートが、ゴミみたいな時あるんじゃない？そうです。ピーだとほとんどゴミですよ。だみんなそう安いからつってビジネスに突っ込んでもしょうがないんだよね。はい、どういう機材で、どういうビジネスで、どういう食べ物も大事なんですよ。あれ食べ物全然違って知ってます？あ、その機種によってですか？機種によって、まあ機種というかそのタイミングによって、あ、例えばロサンゼルスに今3本か4本飛んでるかな、はい、結構飛んでるけど3本ぐらい飛んでるのかな、はい、まあ、全然食べ物違うって知ってます？いや、知らなかったですね。あ、知らないでしょ、はい、そうなんですよ。で、それでさ、安いの一生懸命求めようとするんじゃない？はい。そしたらもう、全然ビジネスクラスを堪能できないというか、間違ったビジネスクラスを見ちゃってることなんですよ。なるほど。うんうん。だから、できれば、なんていうんですかね。安いで行く人は安い用の人のようなやつも、僕、教えてあげてもいいんだけど、はい、やっぱり、ちゃんとしたビジネスクラスに乗って、はい、で、ちゃんとしたサービスを受けて、はい、それで、ちゃんとしたシートに座って、はい、場合の安く済む方法とかもいろいろあるんですよ。うん、こんなの話してたらもう100も200もないか、10も20もあるから、はい、うん、大変な話になっちゃうからね。まあ今日、まあ、勉強してもらいたいこと、みんなに勉強してもらいたいってことは、さっき言った、いろんなビジネスクラスがあるということと、はい、で、この続きでね、じゃあその各、P だとか、その安いビジネスクラスの取り方はこうしろだとか、はい、あと、いいビジネスクラスはこうやって取れだとか、はい、あと、乗り方、エコノミーからアップの仕方はこうしろだとか、はい、どのルートで買えば安くなるだとか、そういうのをじゃあこれシリーズにしてこの後みんな教えていただければいいんじゃない？あ、ぜひよろしくお願いします。だからその方がいいよね。はい。みんなも喜ぶじゃないですかね、その方が。はい、ありがとうございます。とてもいいけど、一本のね、ビデオじゃちょっと話せないんで。うん、さっきの管制官自由とかって話もちゃんと説明してあげますよ。どういうことなのかとかっていうのあるんで、理由が。はい、よろしくお願いします。ちゃんと忘れずに僕に聞いてもらえます？あ、すいません。失礼します。うん。で、ちゃんとモチベーションが上がって、よし、みんなに教えようっていう感じで、グーポチしっかりしてもらって、はい。うん、そうすれば毎度取れるじゃない。そうです、ね。僕、モチベーション上がって、弟子1が、あ、塾長お願いします。今日はモチベーションないとかって言うと嫌じゃないですか。ぜひみんなモチベーション上げてみんなで一緒に楽しくやりましょう。はい、わかりました。うん、そんな感じで続きじゃあこれみんなどんどん話していきましょうね。はい、ありがとうございます。はい、どうもガチンコマリ塾。ありがとうございます。 YouTube では決して公開のできなかった気になるグーポチの続きは今回この YouTube の下にあるこちらの URL から随時公開してますので、ぜひ無料登録いただければなというふうに思ってます。今なら期間限定で爆発的にマイルが貯まる謎の日常動作集を
特別無料プレゼントいたしまして、させていただいてますので、ぜひ、興味のある方は、こちらの URL より、アクセスいただいて、こちらより、無料でプレゼントを、ゲットいただければなというふうに思ってます。こちらの特典は期間限定になりますので、ぜひお早めに登録いただければなというふうに思ってます。では今回はこれで終わります。ガチンコマイル塾をいつもご覧くださって本当にありがとうございます。